海城は福岡市の東南東にある町でカ谷郡に属する。福岡県の北西部、福岡市の東南東約1 5トルの場所に位置する。福岡都市圏に属する町の一つで町の北部、北西部の平地は福岡市のベッドタウンとして開発が進んでいる。町の南部、東部は産地で特に南部の塩路さんはハイキングコースとして人気がある。また、 町東部の三群山は、福岡県の代表的な登山コースとなっている。日本初期古事記の記述では、神宮皇后が朝鮮半島出兵の帰路に王神天皇を出産した地とされ、これにちなんで、海に通じる海という地名が付けられたと言われている。また、新井白石が古市通枠門で指摘して、以来、恩が似ていることから、義士。 和神伝で山大国の童貞中に登場する文国に否定する説もある。高等学校、中学校、小学校かつては石炭産業で栄えたが昭和30年代のエネルギー革命により衰退。現在は農業、林業、観光業が主産業となっている。また町中央部には早見工場団地、若草工場団地が建設され、工場や 事業所の誘致を図っている。小林酒造本店福岡空港が最寄り。海駅廃止路線県道、海町に、激震現職町に、大麻城と疑いで逮捕。ネット IB ニュース2019年11月5日12時51分。2020年9月2日、閲覧。福岡、海町の元町議が、大麻城と、疑い米軍属や、 高校生ら20人摘発沖縄県警。産経新聞2019.12916時2分、2020年9月2日閲覧。大麻譲都在で、元町議に、実刑福岡、海、那覇地裁判決。日本経済新聞2020年8月7日17時2分、2020年9月2日閲覧。高齢者動かず医師が、巡回接種。 海方式時間短縮効果も。西日本新聞ミー。2021年6月16日。閲覧。日本放送協会。岸和田市。巡回方式で。接種計画を早める NHK 関西のニュース。NHK ニュースウェブ。2021年6月16日。閲覧。台湾。高齢者への接種開始各地で。海方式採用時間短縮実現社会。 中央社フォーカス台湾 j a p a n c n a c o m テイラー・ワッツ2021年6月16日閲覧ありがとうございます。